医療機関のお役立ち情報をお伝えするウェブリーチャンネルへようこそ。こんにちは、川村慎也です。開業のリアルを知っていこうということで、天白高坂の森クリニックさんをご紹介した今回後編になります。前編の方はですね、概要欄等から行けるようにしておきますので、ご覧になってない方はぜひご覧いただきたいんですけれども、後編はですね、まあ内装のこだわりであったり、機器選定、まあプロモーションってどうやったのですとか、スタッフさんどういう感じで集めたか、どう研修したかなどをお伝えをいたします。あとプラスしてですね、ご夫婦での開業なので、それってどういう、まあ、パワーバランスでやってるのっていうのも少し触れております。で、最初に少し言っときますと、研修はですね、なんと4週間もやったということで、その辺割と手厚くやっております。やっぱり人不足が叫ばれてる中、やっぱり人にかける時間だったりホスピタリティみたいなところって大事になるのかなと思いますので、その辺も含めてインタビュー聞いていただければと思います。で、最後にですね、私が、まあ、前編も後編も含めまして、いいなと思ったところをですね、まとめていきますので、ぜひ最後までご覧いただければというふうに思います。それではどうぞ。じゃあここを開業地として決めました。それがどれくらいなんですかね。開業地として決めたのは2019年からだいたい2年3ヶ月ぐらい経った2021年の5月でしたね、はいはい、なるほど、はい、じゃあもう本当に開業の1年前くらいに決めてということで。そうですね、はい、でここ戸建てになるんですけれども、これは賃貸になるんですか。ここはですね、土地は賃貸になりますが、はいはい、ただ建物自体は私で建てております。なるほど。それ建て貸しとか、まあ、いろんな、まあ、いろんな選択肢はあったのかなと思うんですけれども、あえてそこ先生が建てたものにしたっていうのはどういう理由からなんですかね。やはりそれはコストの面だと思います。まあ、建て貸しの場合はですね、まあ、20年とか30年とかずっと賃料を払っていくことになるんですけれども、はい、まあ、結局自分のものにはならない、うん、なので、まあ、そういったコストのバランスを考えた時に、やはり自分で建てた方が最終的なメリットは大きいんではないかなということで、はい、建てることにしました。なるほど、はい、どうなんですか、コンサルさんとかも建てた方がいいよって感じだったんですか。税理士事務所さんと、まあ、何度かそういったことに関しては相談をして、はいはい、試算を出してですね、まあ、トータルだとやっぱり建てた方がいいねっていうアドバイスもいただいて、で、まあ、それで建てるっていうことになりました。なるほど、はい。今ただトータルだと安いって聞くとおーおーってなるんですけど、結局開業資金全体としては膨れることになりますよね。はい、そのあたりの不安みたいなのってありました？そうですね、まあ、確かにそれは不安はありましたね。ただ、まあ、もうここで20年30年ってやるっていうのはもう決めてましたので、はいはい、まあ、そういう意味では初期投資ではないですけれども、うんうん、建てることにしました。はい、なるほど。で、実際じゃあ建てましょうとなって、まあ、建築中みたいなところがあったんですけど、結構この設計みたいなのもこだわられてるという感じがしたんですけれども、そこも結構時間かけられましたよね。そうですね、本院は2科、小児科と内科2科ありますので、はい、大きくスペースを2つに分ける必要がありました。うんうん、はい、でさらにコロナ禍での開業でしたので、感染診察室やその感染待合室っていうのも織り込む必要があって、うん、はい、設計に関しては少し複雑化しておりました。はい、で最初に依頼した設計事務所さんが、まあ、ちょっと力量不足っていうことがあって、ちょっとこのお話も降りたいですっていうような申し出がありまして、はい、設計事務所をそこで一回変えることがありました。でそれでですね、開業時期がちょっと3ヶ月ぐらい伸びたっていうことがあって、はい、やっぱり設計事務所はクリニックの経験豊富なところに頼むのがよろしいのではないかなっていうふうに思いました。なるほど。でここは2審ずつだったですけど、これ3審にしようかなとかなかったですか。三審にしようかなっていう考えはありませんでしたね。あ、なるほど、はい、じゃあ、まあ2審ずつ、まあ、合計だと4審ですけれども、まあ、最初からこう決めていったということなんですね。そうですね、はい、でこれなんか先生は医療 の, その建築のプロではないですけれども、でもこうしたいっていうのはあったわけじゃないですか。なんか難しかったところってなんかあります？もう全部が難しくてまず最初は紙に本当にざっくりこんな感じにしたいっていうのを自分たちで作って書いて、それを設計事務所に投げる。で設計事務所がまあプロとしてのアドバイスだったりっていうのを加えた上でまた提出してくださる、そのまあキャッチボールやり取りを永遠に続けたっていう感じですね。最初の先生のこう手書きのやつと今って結構同じなんですか？だいぶ違うんですか？だいぶ違います。だいぶ違う。だいぶ違います。最初は どんな感じだったんですかね？最初はもう動線がやはり今考えるとかなり複雑、もうあっち行ったりこっち行ったりしなければいけないような動線だったんですけど、今は
本当にシンプルな動線になりましたね、はい、そうですね、はい、外側が患者さん、内側がまあスタッフっていう感じになってて、あんまり無駄のないというか、感染の方もちゃんと動線が区切られてるしっていうところになって、ちなみにその設計がバチッと決まるまでってどれくらいかかったんですかね。結局最初の設計事務所さんが3ヶ月かかって、そこで1回頓挫してますので、はい、そこから違う設計事務所さんに変わってだいたい4ヶ月ぐらいかかりましたので、なるほど、結局トータルで7ヶ月ぐらいかかってしまったっていうところがあります。なるほど、はい、まあ、結構そのこだわりをこう反映するっていうところにまあ時間はかかるかもしれないんですけれども、まあ、時間かかるってことは、まあ、逆にその正気を逸するともこう考えられるわけで、どうなんですか、先生の中でどれくらい伸ばせるとかどれくらいまでが限界だなっていうのを今振り返ると、例えば土地決める、それから設計の2つだとするとどんな感じなんですかね。やっぱりその設計が、まあ、終わるタイミングが開業のどうでしょう、8ヶ月7ヶ月ぐらい前がデッドラインかなと。なるほど、思いますね。はい、じゃあそれより伸びると、まあ、開業も伸びるっていうことにはなると思うんですけれども、はい、その8ヶ月くらい前っていうのは先生の中で何があるから8ヶ月みたいな感覚なんですかね。やっぱりあの8ヶ月ぐらいないと、当然その設計だけではなくて、はい、医療機器だったり、うんうんうん、周辺のシステムの選択だったりとか、はいはい、あとはいろんな業者選びだったりとか、やはりかなり時間がかかるっていうのは知っておりましたので、はい、まあ、そういった意味で、まあ、7、8ヶ月は設けた方が安全かなというふうに思っております。で、まあ、その間おそらく、まあ、銀行さんですとか地域の例えば医師会ですとか、その辺はどのくらいから始められた感じですかね。もうほとんど同時進行で進めていましたけれども、まあ、具体的にその銀行の融資関連に関しては2021年の10月とかそれぐらいから始まったかなと思いますね。なるほど、はい、なるほど、なるほど、はい、医師会さんとかにはいつ頃行った感じですか、ね、医師会はですね、だいたい開業する半年前ぐらいに、はいはい、ご挨拶しに行って、でそこでその標榜かどれにするかとか、うんうんうん、そういった取り決めを行いました。でちょっと話を戻すと、ある程度まあ設計が決まった、よしこれでゴーしようっていうタイミングで、今度はまあ機器とか、いろんな業者さんの選定みたいに入っていくと思うんですけれども、先生はそこでなんかこだわった部分とか大事にしてたものって何かありますか。例えば機械だったりシステムをご紹介してくださるコンサルさんの力量っていうのも非常に重要かなと思ったんですが、はいはい、やはり一番重要なのは院長自身が医療機器だったりとか、うんうん、まあ、システムですね、全て自分でちゃんと目を通して、はい、当然複数社も比較検討した上で決めるのがとても重要かなというふうに感じました。なるほど。で、まあ、今までの話の流れで、まあ、先生のことは聞いたんですけど、すみません、奥さんのことを忘れてました、はい、ただ奥さんも当然自分の開業ですから、いろんなこだわりポイントとかあったかなと思うんですけれども、これ主は先生で進めていった感じなんですかね。そうです、私が主で進めさせていただきました、はい、で決定権の割合ってどれくらいなんですかね。基本的にその機能面に関しては私が全部決めまして、はい、見た目だったりとかデザイン性に関しては副院長の妻が決定権を持って決めていきました、はいはい、特にでもカルテとかだと割と診療科によって使い味が、逆に言うと診療科だけじゃなくてドクターによって使い味がこう違ったりするなと思うんですけれども、そこはどんな感じだったですか。当院はあの M3 デジカルを採用しておりますが、はい、まあ、妻は小児科で私内科ですが、特にその不便とか感じているところはなく、なるほど、特に問題なく使っております。はい、あとは予約の仕方とかがこう違ったり、その予約の層が違ったりということで、まあ、予約のシステムとかもちょっと意見が分かれたりするところなのかなって勝手に思うんですけれども、ちなみにその選定の時に先生と奥さんで意見が分かれたものってあるんですかね。正直ないです。ないんですね。なるほど、なるほど。ちょっと劇的な方を私誘導してしまったんですけれども、まあ、割とじゃあすんなりもう決まったような感じだったってことなんですかね。そうですね。もうほとんど私がその決定権を持ってましたので、はい、予約システムに関してもまあ複数社検討した上で、うん、まあ、もちろんその説明には妻も同席してましたけれども、はい、基本的には私が決めたという感じですかね。はい、なるほど、はい。そうすると、例えばまあご夫婦でご開業されるパターン多いかなと思うんですけれども、先生の中では、まあ、選定はもちろん一緒に見るけれども、どっちかが主になるみたいな方がうまくいくような感覚はありますかね。ありますね。
なんかここは揉めましたみたいなのちょっと聞きたかったんですけれどもまあそれはなかったというかもちろんない方がいいんですけれども、じゃあもう開業のちょっと前後の方にちょっと話題を移していこうと思うんですけども、そうすると今度プロモーションとかそれからスタッフ募集とか、まあ、その辺が今度入ってくるかなと思うんですけれども、はい、結構まあ人材難と言われて久しくなってますけど、スタッフ募集これはどうだったですか？そうですね、当院はスタッフ募集で利用した媒体がまずは新聞の折り込みチラシ、はいはい、であとはハローワーク、はい、インディード、はい、トラバーユ、はい、あとイーナスセンター、うんうんうん、とあとは当院の自分のホームページの求人ページということになります、はいはい、一番驚いたのがですね、当院のホームページの求人ページ経由でご応募してくださる方が一番多かった、はい、一番多かったですね、一番多かったんですね、はいはいはい、なのでやはりホームページっていうのはやっぱりしっかりとこう見られてるんだなっていうふうに実感しました。はい、僕驚いたように言ってるんですけど、弊社の、ホームページの、サービスをお使いいただいてはいるんですけれども、まあ、先生がうまいなと思ったのはホームページを見ていただくもあるんですけど、いろんな媒体からホームページもにもちゃんとこう誘導してたっていうことで、ちゃんとこう申し込みのターミナルにしてたっていうのがお使いいただいてる上で割とその成功されたようなパターンなのかなという感じがしたんですけど、そしたらあんまり苦労はされなかったという認識でいいんですかね？そうですね、開業時のスタッフ募集に関しては、はい、ありがたいことに非常に多くの方からご応募いただいて、当院の理念に合った優秀なスタッフを雇うことができました、うんうんうん、でただ会員後ですね、まあ、追加募集をする際は、はいはい、やはり開業時とは全く違いましてですね、 なるほど、はい、なかなか人が集まらないと、はい、やはりですね開業時のスタッフ募集というのはもう最大のチャンスかなというふうに痛感 しましたね。なるほど、はい、そしたら先生の中ではどうなんですか、ちょっとやっぱり多めに取っておくみたいな方もありかなという感じなんですか？そうですね、そこはまあコストの問題もあると思いますけれども、はい、見越して少し多めに取っておくのは一つの手なのかなというふうに思いました、うん、なるほど。ちなみに人材の計画って何人取ろうと思って実際何人だったかでいくとどうなんでしょうか？当院は医療事務常勤2人と、はい、あとはパートさんを3人ですね、はい、看護師さんは常勤1人で、うん、パートが1人っていう状態でスタートしました、はい、なるほど。それは最初からまあその人数で行こうかなっていうところだったんですかね？そうですね。ちなみに応募自体ざっくりでいいんですけど、どれくらい応募があった感じですか？だいたい40人ぐらい多分あったと思います。じゃあその中から言葉あれですけど選別ができたというところ でしかも今思い返すと最大のチャンスでもあったかなというところだったんですね。であとはこうプロモーションというところなんですけれども、まあ、ホームページの話は先ほど あったんですけれども、割とここは視認性のいいところで、先生もおっしゃったように24時間の薬局が10年ぐらい前からこうあってというところで、まあ、割と認知度が高いところ、しかも看板も結構つけてますよねそうです。だからどこから見てもここにクリニックがあるよっていうのは分かるような感じですけれども、はい、そこは割とこだわった感じですかね？そうですね、看板も取り付けられるんであればもう至る所に取り付けましたし、はい、あとは上りの、はい、上りもそうこれ見よがしに上りがこう立ってるような感じで、はい、薬局の上りもあるんですけど、はい、先生のところの上りの方が多いなぐらいな感じでしたけど、それも立ててるという、ね、そうですね。上りって置くのになんかお金かかるような感じですか？いやもう全く作成代のみで、なるほど、いけてるという感じなんですね、はい、そうですね。あとはまあこの窓にあるところにもまあこれやってますよっていう案内をつけたり、要するに薬局だけ行く人にもちゃんとこう見えるようにこうするというところで、ちなみにこれ駅地下ではこうないじゃないですか、はい、それはまあもちろん名古屋の特性っていうのもあるのかもしれないですけれども、駅地下かどうかっていうのはあんまり先生の中で重要じゃなかったですか？そうですね、あんまり重要じゃないかったですね。当院は内科と小児科なので、周辺に住居がたくさんあれば基本的には問題はないかなというふうに考えてましたので、はい、なるほど、駅地下じゃなくても大丈夫かなとは思ってましたね、はいはい、あと患者さんっていうことで言うと、まあ、先生の場合循環器なので前見てた患者さんが通うみたいなのは想定はあったですかね？そうですね、私はこの近くの市民病院で開業するちょっと前まで働いてたってこともあって、はい、やはりそこから何人か患者さんが来てくださったっていうのはありましたね、はいはい、ただ基本的にはやはり診療圏が若干ずれてますので、うんうん、やはりここから半径2キロ以内の患者さんが多いですかね。なるほど、はい、で話をもう開業直前ぐらいまでこう進めていこうと思うんですけれども、開業直前もう機器がこう入ります、それからいろんなことを決めていかなきゃいけない、しかもリミットが決まってます、
研修が始まります。いろいろ一番慌ただしい時期かなと思うんですけれども、その中で先生が工夫された点というか、もしくは振り返ってこここうしてればよかったなみたいな、開業直前のなんかエピソードみたいなありますか？院内研修っていうのを、はい、当院は4週間やりました。4週間、はい、はい、で普通は多分2週間前後が一般的だと思うんですけれども、っていうのは当院がその IT 関連の機器だったりシステムを結構多数導入したっていうのもあって、やっぱりそれに慣れるためにはそれなりの期間が必要かなというふうに考えまして、はい、一般の2週間よりも倍ぐらいですね、はい、の期間を設けてやったっていうのが非常に良かったかなと。なるほどなるほど、はい、それは良かったっていうことなんですね。そうですね、はい、でやっておけば良かったっていうのは、まあ、やっておけば良かったっていうか、やっぱり設計の話に戻っちゃいますけれども、設計の時にどれだけこう理想的な設計、はい、自分としては理想だと思って作ったものだったとしても、実際こう運用してみるとですね、感染待合室がやっぱりちょっと狭かったとか、感染診察室がちょっと狭かったとか、そういったものがあって、設計はもう少しもっとちゃんとやったらよかったのかなっていうところがありました。まだまだこれでももうちょっとっていう感じもあるわけなんですね、はい、でまあ、院内のちょっとフローについて聞いていきたいなと思うんですけれども、まあ、研修4週間あって、でクラークを取り入れてるということは、クラークになるための研修みたいなのもそこに入れてたような感じですか？そこはなかったです。え、じゃあいきなりぶつけ本番みたいな感じでやった感じなんですかね？そうですね、はい。ちなみにクラークもう初日からクラーク体制でやってた感じですか？そうです。ちなみにそのクラークの方はクラークの経験とか医療、まあ、例えば事務的な経験もしくは看護師だとか、その辺でいうとどうですかね？一応医療事務として働いてはいましたけれども、はい、当然クラークとしての経験は全くない状態からスタートでした、はい、でもモニターは最初からあのモニターの枚数ということなんで、まあ、先生の中ではクラークやる気満々でスタートしたわけですけど、はい、どうなんですか、最初から意外とうまくいったのか試行錯誤だったのかでいうとどうなんですか？最初はもう全くうまくいきませんでした。例えば どんな感じだったんですかね？もともとそのクラークシステムっていうのが内科系とあまり相性が良くないっていうのがあって、はい、なかなかこうセット化できないかでありまして、はい、でそういったところからですね、やはりその SOAP の、 あのカルテ書きのところもですね、うん、はい、結構複雑なので、はい、当初クラークさんにこういうふうにやってほしいと思ってたことに関してはやっぱりなかなか難しかったですね。なるほど。逆に先生の中では、まあ、こういうふうに将来ここまでやれるといいなっていうのはあったんですけど、奥さんの方も小児科もクラークですよね、はい、そっちもどうだったですか？小児科の方は割とシンプルな方、まあ、患者さんが多いので、はい、割とそのクラーク小児科に関しては問題なく進めている状況です、うん、なるほどなるほど、はい、でクラーク、まあ、いろいろこう試行錯誤した感じですけれども、まあ、うまく回り出したなっていうのって開業からどれくらい？開業して1年。最近ですか？そうです。なるほど、はい、それまでどういう試行錯誤をしながら今にたどり着いてる感じですか？そうですね、まあ、もうあの開業当初からクラークをやったメリットっていうのもあって、はい、開業当初っていうのは当然あの患者数が非常に少ないものですから、まあ、一人一人患者さんへ見ながらですね、クラークに関してもこうじっくりと指導できたっていうメリットがありましたね、はい、クラークのその教育に関してはそのような形で少しずつ進めていきました、はい。そうするとじゃあもう診察やりながら訓練しながらで少しずつなんかうまくいって1年かけて今に至るみたいな、そんな流れなんですかね？そうですね。でマニュアルとかも、はい、あの少しずつこう作り上げて、はい、まあ、ようやくこの1年でマニュアルと言えるものができてきたっていう感じですね。なるほど、はい、逆に今振り返って研修は4週間あった中でクラークの方を取り入れた方が良かったなとかあります？どうでしょうね、やっぱり難しいんじゃないかなと思いますね。やっぱり研修期間中ってそれ以外のもっとざっくりとした大まかな流れとか、はい、そういったものの方が重要になりますので、はい、そういう枝葉の細かい部分っていうのはやっぱりどうしても始めてからのスタートにならざるを得ないのかなっていう印象がありますね。なるほど。あとは先生とこうインカム入れてますけど、インカムは最初からですか？そうですね、はい、どういうルールで運用とか、先生はずっとつけっぱなしなんですかね？
そうですね、基本的にはもうスタッフ全員つけていて、ドクターも含めて、はいはい、一番やっぱりインカムで威力を発揮するのは当院駐車場で発熱外来とかもやってますので、はいはい、そういったところのこのやり取りとかは、はい、やはりいちいち院内に戻ってっていうのはなかなか効率が悪いものですから、なのでそういったところでインカムが非常に役立ってるかなというふうに思います、はい。今、まあ、クラークではまあ徐々に患者さんが多くなってみたいなことでさっき先生おっしゃってましたけど、患者さんってどれくらいの推移でこう来てる感じなんですかね。そうですね、もう当院9月に開業しましたけれども、はい、本当にそこから順調に患者数が右肩上がりで増えてきたような状況ですね、なるほど、はい。初月でいくと、まあ、大体1日何人ぐらい見てた感じですか。1日、そうですね、内科小児科合わせて大体20人前後ぐらいですかね。なるほどなるほど。じゃあ、まあ、ある程度そのやりながら慣れながらっていう意味ではいい感じの患者数だったってことなんですか。本当にそうですね、はいはい。でまあ、これなんか僕の中であるあるなんですけれども、小児科内科で20人ぐらいってことは、まあ、10人ずつみたいな単純計算、逆に10人ずつだとこれまで先生病院で見てた数と全然違うんで10人しか来ないなとか、そんな不安みたいなのってありました。ありましたね。 あるんですね、はい、ありましたね、もちろんありました、はい。でただまあ単純にその患者数の増減だけ見てても良くなくて、やはりその KPI でキーパーフォーマンスインディケーターで、はいはい、そのちゃんとその経営がしっかりとできているかどうかっていうのを指標を、持っておくのが必要かなと思いますね。なるほど。先生の中では初月まあ20人くらいっていうのはまあ想定の範囲で進んだっていう感じなんですね。そうですね、はいはい。でそこから例えば20、30って増えていくと思うんですけれども、2ヶ月目、3ヶ月目はまあ順調にそんな感じで増えていったっていう。そうですね、開院したのが9月だったので、はい、まあ、11月ぐらいからですねインフルエンザのワクチンが始まったので、はい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 、そこで一旦急激にこう人数が増えるみたいなことはありましたけれども、はい、そのまた12月1月ぐらいからですね、また元の状態に戻って、そこから少しずつこう右肩上がりに伸びていく、はい、そんなような流れがありましたね、はい。インフルって今おっしゃいましたけれども、まあ、インフルの効果を割とプロモーションで重要視している院もある中で、それは先生のところにも生きた感じですか。やはり開院当初、開業当初っていうのはやはり患者数少ないので、うん、いかにこう患者を集めるっていうところでインフルエンザっていうのは非常にいいプロモーションになるかなっていうふうに思いますね。なるほど、はい。実際そのインフルエンザをきっかけに当院を知ってもらって、はい、なるほど。そこからその今後継続的に受診していただけるっていうようなこともよくありましたので、はい、かなりあの価格は安めに設定しました。なるほど。ちなみに患者さんの来る範囲って開業前と今だとなんかこう想定と同じもしくは違うでいうとどんな感じになってますかね。もう想定は全然違いましたね。全然違うんですね、はい。やっぱりその今はネットの社会なので、はいはい、想定よりもかなり遠いところから患者さんがいらっしゃるっていうこともあります、はいはい。開業から今1年で流れのところ今先生にじっくりお話を伺ったんですけれども、結局なんかやったらよかったなみたいなものってなんか先生の中でありますか。開業準備中にいろんな医療機器だったりとか、はい、あとはそういったシステムの導入をするんですけれども、うんうん、基本的にはやっぱり説明に関してはその商品ごとの説明になると思うんですね、はいはいはい。でただやっぱり一番重要なのってその機器とその周辺の機器がちゃんと連動するかどうかとか、はいはい、そういったところが非常にすごく重要だったっていうのを感じます、はい。なので例えばその何かシステムを選択するときにですね、はい、そのシステムを導入しているクリニックに直にこう見学しに行って、うんうん、で、はい、でその周辺機器との その連動具合だったりとか、はい、運用をしっかり見ておけばよかったかなっていうのはありますね。なるほど、はい。先生はちなみにいくつか見学はされた感じなんですかね。そうですね、はいはい。じゃあもうちょっと行ってもよかったなみたいな感じなんですか。そうですね、時間的に難しかったところはありますけれども、できればもっとたくさんのクリニックを見て、はい、でそういったいろんな仕組みを見てくればよかったかなっていうのはありますね、うんうんうん。なるほど、はい。先生がそう言ってるということはここに見学に来ても OK ということですか。もちろんです、はい、はい。概要欄から行けるようにしておきますので、はい、ぜひここ見たいなという方はご連絡いただければと思うんですけれども、最後にですねちょっと先生がこの院どういう方向で将来を考えているのかというところをお聞きしたいなと思うんですけれども、当院はですね開業当初からですねタスクシフトに力を入れております、うん。今後はですねクリニックにおけるタスクシフト運用の成熟に力を入れていきたいなという
ふうに思っております。なるほど、はい、タスクシフトっていうと具体的にどういうことを指す感じですか？タスクシフトっていうのは今一般的に医師の働き方改革とかでよく言われているその医師の業務を多職種に移譲するっていうようなものなんですけれども、はい、ただクリニックにおいてはですね、まあ、もちろんドクターの仕事をコメディカルの方に移譲するっていうのもあるんですが、そうすると移譲先がキャパオーバーになってしまう。確かに。そのためにコメディカルの方々のお仕事をじゃあどうするのっていうと、まあ、やはり IT 機器だったりとか、はいはいはい、そういったものに移譲していくっていうような作業が必要で、まあ、そういった一連のことをですねタスクシフトっていうふうに考えております。はいはい、なるほど。先生のホームページにもそのタスクシフトのことが書かれているので、まあ、それもちょっと概要欄からいけるようにはしておくので、まあ、先生もしっかりこうまとめられているのでぜひご覧いただければというふうに思います。今日はですね名古屋にあります天白高坂の森クリニックの森先生にお話を伺いました。先生今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、いかがだったでしょうか。ちょっとまとめていきますと、まずですね院内が綺麗、開業機能したぐらいな綺麗さでして、おそらくそれはですね院長先生のいろんな こだわりがあるんだと思います。タスクシフトということでおっしゃっていただいてましたけれども、もちろん IT のこだわり、スタッフさんの動線、動き、まあ、印鑑もつけてらっしゃいましたので、そういう無駄のないところというのもそうなんですけれども、やっぱり中のいろんなものに対して、まあ無駄を省くというところが、やっぱり美に入り、才に入り、よくわかるクリニックだったなというふうに思います。で、まあ研修の4週間ということで、ただクラークについてはやりながら試行錯誤覚悟しながらという感じで最近割と整ってきたということだったんですけれども、焦らずに少しずつっていうところもポイントなのかなというふうに思いました。やっぱりまあ院長ご自身もそうなんですけれども、スタッフさん全員で歩調を合わせていってでクリニックを作っていく、もちろん最初から完璧なクリニックっていうのはないですし、まあ時代もですね変わって、今後診療方針もどのようになっていくかわからない、柔軟にいろんな経営を変化させなきゃいけないという時にですね、やっぱりスタッフも交えてその変化を一緒にこう作っていくという姿勢が見えてですね、やはりうまくいってるところは、まあ、そういうふうなところも自然にできてるのかなという印象を受けました。で今はですね内科小児科合わせて1日70名からまあ80名くらいを、多い時には100名くらいを見られているということで、非常にまあ順調に地域の方にも受け入れられているクリニックになっているということで、いろいろ学びがあったかなというふうに思います。まあ、もちろんその開業を全部語るとですねこの時間では前編後編でも足りないので、まあ、もうちょっと聞きたいなと思われた方、森先生見学 OK って言ってたので、概要欄からですねホームページご案内しておきます。あと私のお問い合わせ欄から森先生とつないでくださいということで来ていただいても結構ですので、まあそういう機会をですね活かしていただけるといいのかなというふうに思います。今後もですね皆様にお役立ちいただけそうな内容をですね引き続きご紹介したいなと思いますので、ぜひチャンネル登録としていただいて応援していただけると幸いです。それではまた次回。